ロバート・ウィリアム・テイラーロバート・ウィリアム・テイラーはインターネットのパイオニアであり、後のパーソナルコンピュータへとつながる開発を行ったチームにも属していた。ARPA の一部投資機し、パロアルト研究所の計算機科学研究室の設立に関与し、d e g のシステムズリサーチセンターの設立にも関わった。アメリカ国家技術賞やドレーパー賞などを受賞。次のような言葉で、 高いビジョンを持っていたことを示している。インターネットはテクノロジーに関するものではなく、コミュニケーションに関するものである。インターネットは地理を問わず、興味、アイデア、ニーズを共有する人々を結びつける。1932年、テキサス州ダラスで生まれる。養父はメソジスト派の牧師で、教区から教区へ転々とする放浪の幼少期を過ごした。 16歳で南メソジスト大学に入学。朝鮮戦争の際は海軍で働き、復員すると軍で得た給料でテキサス大学に進学した。テキサス大学では興味のある科目を手当たり次第に受講。最終的に実験心理学を中心として、数学、哲学、英語、宗教学を学んだ。最初に従事した研究は、 脳と聴覚の神経系に関するものだった。卒業後、フロリダ州で女子高校の数学教師になり、バスケットボール部のコーチも務めた。給料は安く、しかも双子が生まれたことで経済的に苦しくなった。その後、航空機製造企業で技術者として働き、給料が上がった。軍需企業マーティン・マリエッタで働いた後、NASA に研究提案書を送り、 1961年に NASA に招かれ、そこで働くようになった。ワシントン DC にて NASA で働き始めた頃、ジョン・カイ・ケネディがアポロ計画を始めるなど、科学研究予算が増えていた。1962年後半、アメリカ国防総省配下の高等研究計画局の一部とお指揮していた JCR リックライダーと出会う。リックライダーは1960年に、 コンピュータの新しい使い方を提唱した論文を書いていた。また、カリフォルニア州メンローパークのスタンフォード研究所にて、もう一人の無双家、ダグラス・エンゲルバートと出会っている。テーラーは、エンゲルバートの研究に資金を提供し、そこから、コンピュータのマウスが生まれた。エンゲルバートのチームは1968年、完成した NLS というシステムのデモンストレーションを公開した。 1965年、NASA から ARPA の IPT に移り、当初はアイバン・サザランドを補佐し、間もなく IPT を指揮するようになった。IPT では主要な大学や企業の研究所でのコンピュータ関連の先端研究に資金提供している。ARPA が資金提供したコンピュータ関連プロジェクトにはタイムシェアリングシステムに関するものがあった。 それは単一の大型コンピュータを端末経由で複数人で同時に利用できるもので従来のパンチカードや紙テープによるバッチ処理とは異なる対話的な利用形態であるペンタゴンにあるテーラーのオフィスには MIT の TSS に接続した端末カリフォルニア大学バークレー校の TSS に接続した端末サンタモニカのシステムデベロップメントコーポレーションの システムに接続した端末があった。それぞれがユーザーのコミュニティを形成しているのに気づいたが、どのコミュニティも互いに孤立していた。テイラーは ARPA が資金提供しているプロジェクト群を相互接続するコンピュータネットワークを構築し、一つの端末で全部と通信できるようにしたいと考えた。サザランドが教職に戻ると、1966年6月に、 テイラーが正式に IP トの管理者となった。1966年2月には早くもネットワーク構築の必要性を ARPA のチャールズ M ・ヘティスフェルドに進言してプロジェクトの予算を確保し MIT のリンカーン研究所からローレンス・ロバーツを引き抜いてプロジェクトを任せた。ロバーツは当初ワシントン DC に移ることに難色を示したが ARPA は リンカーン研究所に多額の資金を提供しており、下がらえなかった。このプロジェクトには、リックライダーも助言しており、また、ウェズレー・エイクラークは、ネットワークの格納度に、専用のコンピュータインターフェースメッセージプロセッサーを配置し、集中制御ではなく分散制御することを提案した。ARPA はこのシステム構築について、見積もり依頼を発行し、ボルト、 ベルネクニューマンが受注することになった。AT&T のベル研究所と IBM の研究部門にもプロジェクト参加の打診があったが、興味を示さなかった。1967年、関係者を集めた会議が開催されたが、ネットワークで接続される予定の各拠点は、それぞれの研究の進捗に影響が出るとして、このネットワークの試験に抵抗を示した。 JCR リックライダーとテイラーは1968年4月に論文ザ・コンピューターズ英コミュニケーションデバイスを共同執筆して発表した。インターネットの未来を予見したこの論文は次のような一文で始まっている。数年以内に人々は直接会うより効率的にマシンを通してコミュニケートできるようになるだろう。実際には 数年より若干時間がかかって実現した。ある時テーラーは ARPA からベトナム戦争についての複数の報告書館の矛盾について調査することを命じられた。35歳ながら民間人としての地位にふさわしい、巡庄の階級を与えられ、戦地であるベトナムにも数回赴いた。サイゴンでは南ベトナム軍事援助司令部にコンピュータセンターを立ち上げるのを助けた。 これにより、戦地とアメリカとの通信状況は改善され、報告はより一貫したものとなった。この仕事のため、1969年にアーペネットが指導した際にはプロジェクトから離れていた。その後1年ほど、ヨタ大学で ARPA の資金でコンピュータグラフィックスを研究していたアイバン・サザランドの下で働いている。1970年、次の職に就くため、 カリフォルニア州パロアルトに引っ越した。ジョージ・ペイクは、ゼロックスの創設されたばかりのパロアルト研究所で、計算機科学研究室の管理者として、BBN からゼローム・アイ・エルキンドを招いた。テイラーは、エルキンドにより副管理者として雇われた。パークで1970年から1983年にかけて開発されたテクノロジーは、アーペネットから、 インターネットへの進化に貢献したものと今日、パーソナルコンピュータと呼ばれるものの原型となったものがある。エルキンドはしばしば会社や政府のプロジェクトに参加していた。不在が続いたためテイラーが1978年、初め頃管理者の役職を引き継いだ。1983年、集積回路が専門のウィリアム・ジェスペンサーが公認となった。スペンサーはテイラーが パークの成果の商業化に失敗したと非難している。デジタルエクイプメントコーポレーションのケンオールセンに雇われたテイラーはパロアルトにて DEC システムズリサーチセンターを創設。パークから多くの研究者がこちらに移籍した。SRC でのプロジェクトとしてはモジラ -3 プログラミング言語の開発、マルチプロセッサ用のスヌープ方式キャッシュメモリの開発。 マルチスレッド対応ユニックスの開発、ネットワーク型ウィンドウシステムの開発などがある。テイラーは1996年に引退し、その後はカリフォルニア州ウッドサイドに住んでいる。2000年、インターネットの制御とアクセスについて将来的な懸念を表明した。自動車を運転するのに免許が必要なように、インターネットユーザーにもライセンス制が必要だとし、次のように述べている。 高速道路上よりもインターネット上で多くの人々を危険にさらす悪い方法が存在する。自己再生するネットワークを生成することは可能であり、それらは抹殺することが非常に混乱か不可能である。私としてはみんなにそれを使う権利を持ってほしいが責任を保障する何らかの方法が必要だ。それは誰でも自由に入手できるだろうか もしそうでないなら大きな失望となるだろう。ありがとうございます。